本日紹介する iPhone5 のケースはこちらになります。カズさんが透けて見える。すごいね。なんかこうやって見たらさ、これなんか視力アップとか昔なかった？あったあった、ね、なんかそんな感じだよね。本当によく見えるのこうやってという穴の開いてるケースです。早速つけていきます。素材ポリカーボネート。これさ、うん、よーく見ると下の方の穴の大きさと上の方の穴の大きさ違うんですね。上に行けば行くほどね大きい。なんでなんだろう、面白いねというデザインです。へえ、うん、最大の特徴はやっぱりこの穴でしょうかね。でどういう時にいいかなってやっぱりいろいろ考えたんですけど、やっぱり一番は放熱性結構 iPhone のアプリとかでなんか熱を持つあのアプリとか結構あるじゃないですか。まあずっと使ってても もちろん熱持つし、なんか iPhone あったかいなって思う時とかあるでしょ。そんな時にねこのケース使ってればなんか放熱性が良くていいのかなと思います。じゃあ細かいところ見ていきましょう。ボタンのところ、うん、押しやすいですね。カチカチ音もしっかり鳴ります。スリープボタンも押しやすい。はい、そこの部分ですけど、よいしょ。サードパーティー製のイヤホンも使えます。ライトニングコネクターも刺さるんで充電動機も問題ありません。他にも色が2色あって黒もあるんですね。黒い iPhone に白をつけてるんですけど、まあ黒い iPhone に黒でもかっこいいかなと思います。まあね、シンプルで、まあ、軽いです。こんなケース探してるっていう方はちょっとチェックしてみてください。